231系800番台三つ系3編成が秋田総合車両センターを出場し配給輸送されました。JR 東日本は、今日31日より、秋田総合車両センターを出場した E231系800番台三つ系3編成を、土崎から豊田へ配給輸送しました。E231系800番台は、地下鉄と宇材線着通用として2003年にデビューした車両です。10両編成7本が三鷹車両センターに所属しており、東京メトロと宇材線全線と、中央、総武線各駅停車、中野から三鷹間、西船橋から津田沼間で運行しています。現在では、JR 東日本最後のお化けインバータ車となっています。今日31日に配給輸送された、三つ系3編成は、機器更新などの改造工事のため、昨年9月に秋田総合車両センターに入場しました。そして、機器更新を終えて、今日31日に秋田総合車両センターを出場しました。大雪の影響により、5日遅れでの配給輸送となりました。E231系800番台として、初めて機器更新車が登場したこととなります。VVVF インバータ装置更新に伴い、事例音が変化しました。今日31日は、長岡車両センター所属の EF81 型134号機が牽引し、秋田総合車両センターから東大宮操車場まで配給輸送されました。後日、東大宮操車場から豊田車両センターまで配給輸送される予定で、その後、三鷹車両センターまでは、自走での回送となります。E231系800番台は、今後、全編成、秋田総合車両センターにて、機器更新工事が行われる計画です。これで、1月31日の KAB ニュースを終わります。